車もルマて,てるの車もクルてるどうよやっぱり運転しなれてないから、東京の道なんて特に走り慣れてないから、やっぱドキドキだよな。なんかその車乗ってさ帰る時の話になんだけどさ車乗ってイ家の金ぞのと約してるチェーに行く時さ、なんか交差点がこんな大きな交差点があるじゃんか、こういう大きい交差点があってさ、この交差点 で、こうやって曲がってくることを想定してさ、結構手前に止まる線が引いてあって、ここにゆとりを持たせるっていうタイプの交差点あるじゃんか。ここにみんな車を止めて、実際の信号はこことかだけど、すっごいこの前の部分に車をみんな止めるみたいな、下りあるじゃん。あるよな。俺なんか、その道のことを全然知らないから、なんか、路中、この車が路中してるんじゃないかなと思って、普通にこう行って、こう、こう止まっちゃったの。ここに。 やってしまったわけヤンキーじゃない <laughs> っていう夢を見てんねんけどっていう夢を見てんけどこの車がものすごい俺をこう睨みつけながら俺より早く行ったわ信号変わった瞬間うおーんって言って。 いや、怖かった。悪夢や。起きたら汗びっしょり。俺、それやってクラクションすげえ鳴らされたわ。<laughs> わかんなくないでも初めての道って。初めての道でそんなこと言われても、もうドキドキやん。しばらく車がもうこう、すっかり怖くなっちゃって。すっかり怖くなっちゃって。<laughs> もうすっかり車の運転が怖くなっちゃって。東京の道ってやっぱ怖いわ。いや、東村山はみんな、 意外と道がすげえ複雑なところがあったりとか、道が結構あそこ田舎だから狭かったりとかして、わりかし、なんかあの道走りにくい走りにくい。東村山なんかもうバチバチよ。車でスーパーとか行きていな。いやもうそれもちょっと無理やわ。俺だって駐車場まで歩いて15分くらいかかるんだもん。家の近所にいい駐車場なかったからめっちゃ歩いて、 車に乗るたびにいちいち徒歩15分かかんねんもん。あれでスーパー行こうが近い。ひもりなのになんで車買ったのの方がクラウドファンディングで買うことにされたから。半年後にチャットに俺の車買ってくれる人いないって言ってそう <laughs>。いや、悪いのはみんなじゃない。そういう人や。 いやでさ、その車もう全然乗り慣れてないからさ、今の車ってみんな知ってる今の車鍵かけてエンジンま、鍵を回してエンジンダルルルじゃないねんで、スイッチオンやねんで今のエンジンって。だから、つまり車の鍵がなくてもエンジンをスタートすることはできるわけよ。10年ぐらい前からそうだろ普通に車の鍵閉めるの忘れてて。習慣がないから、あのボタン押してカチャって止めるやん。 あの風呂入ってる時に風呂入って頭洗った時にふとあれ俺車の鍵閉めたっけってことに気づいてもう慌ててもう本当に風呂から飛び出して全力疾走よ全力疾走で駐車場まで行って15分15分かかるもう慌てて慌ててボタンかちカちゃいんよいや鍵が近くになるとえ鍵近くになるとエンジン操しないのえ車内らに鍵がないとあのボタンオンできないの そんな説明されなかったぞ。お引きこもりか <laughs> え、そんな説明されなかったぞ。<laughs> 常識だし <laughs>。いや、なんか俺の担当ディーラーおかしいねん。俺の担当ディーラーなんか,せなんかでさ、大会買い物をする人間に対する態度ではない。ああ、でもあれ見たわ。そのニュースエブリーで見たわ。車のキーがそのリレー方式で経由されて取られるから、カンカンに入れとくんやろ。車って。 でも大丈夫。あの、それは、あの、一軒家とかに住んでる人が、自宅のすぐ近くに車を止めてるパターンやから、俺は、あの、徒歩15分かかるから、電波がもうリ、リレーのしようがない。リレー形式ってどういうこといや、なんか、あの、今のその車の盗むやり方として、鍵をこう、鍵がここにあるとするじゃないですか。で、鍵がこの電波を出すから車、電波をこの車に伝えてるわけじゃないですか。これ、車ね。 だから、その、特殊な機械を使って、この機械を使って、鍵の電波を受信して、この悪い機械な、これ。これ悪者、これ悪者のリレー機械な。この機械が、その電波を経由して、その、車の鍵を開けちゃうねんて。で、この鍵の電波を遮断するために、だから鍵をこう、アルミ缶かなんかに入れとくと、いいねんて。アルミ缶とかにこう入れとくと電波を遮るから、とにかくアルミ缶に入れとくと、この悪い機械でリレーされることがないんだって。 そう鍵って何もしなくても電波走るんだってさ微弱なそのカルミ缶で阻害するみたいなことを研究され尽くされた結果、これを使うんじゃなくて、車に直接、なんか何らか、車のバンパーをベキって外して、その中の機械に直接この悪い機械をこう、つなげることによって、エンジンスタートできるねんて最近の主流はそれやねんてもう窓割ればいいのに、でも窓はあっても鍵が近くにないとエンジンがスタートしないっていうんだったら、俺この話聞いて、あれなんで、鍵の電波なんているんだろう だって窓割ればいいじゃんって俺も思ったんだけど、今みんなに説明聞いて、鍵がなかったらエンジンスタートしないって話聞いて、腑に落ちたわ。鍵が近くになるとエンジンスタートせんのや。あれ。ほんと ?15 分かけて試してこいや <laughs>。めんどくせえ <laughs>。めんどくせえよ、15分間歩くの <laughs>。遠いよ <laughs>。駐車場が、こういう駐車場あったとして、 俺,俺が真ん中だとするんじゃん。これが俺だとするんじゃん。これが俺の車だとすると、ここ軽トラ止まって、ここに軽トラ止まってて、で、ここなんかダンプカーみたいなの止まってんねん。なんか、商業車、商,商業車なに挟まれてんねん、俺。だから俺の駐車場の範囲超狭いねん、ここ。俺の範囲すごいなんか狭くなってて、車止めんの大変。軽トラとダンプに挟まれたら拾い探せばいいんだな。<laughs> いや、暇すぎるやろ。 東バイラ選びの駐車場を探しまくるなそっから徒歩15分圏内と <laughs> 広すぎだろ <laughs> ヒント与えて何か試してるのか <laughs> <laughs> でも車の動画は気を付ける YouTuber は大体それで特定されているでなんかその車のさクラファンのお返し動画みたいなやつを撮ってそいつが編集してくれてで俺モザイクかけろっていうナンバーに絶対モザイクかけてねってお願いしたの で分かった分かった分かったって言ってであいつ普通にこうポンと動画できたって言って確認してくれって私に聞いたんやけどモザイクかかってなかったやん頭おかしいじゃんモザイクかかってないって気がするかお前を試したんだろ <laughs> いや嘘正確にはかかってたわ正確にはかかってた正確にはかかってたあのこれがモザイクでこれが車だとするんじゃんこれが車のナンバーだとする,んなするやんな こんな感じで車のナンバーがあるとするわなモザイクここにかかってて何か謎じゃない <laughs> ずれてんねん、ま、だだ金玉の時と同じ <laughs> マジでおもろいやろな <laughs> そうクラファンでも俺のチンチン出てたらしい 動き回るならモザイクつけるの大変なんだとわがまま言うな <laughs> あもうこんな時間やいかんいかん終わるわ動画撮らなきゃさようならまた明日